来月の伊勢志摩サミットにおいては、議長として、ウクライナ情勢について、G7 の議論をリードしていきたいと思います。両首脳は、親ロシア派が支配するウクライナ東部の情勢や、ロシアの動向について意見交換し、安倍総理は改めて停戦合意を完全に履行するよう求めました。その上で安倍総理は、ウクライナの改革を後押しするため、日本がすでに表明しているおよそ2000億円の経済支援を着実に実施していくと伝えました。また、チェルノブイリの原発事故に関連し、新たにおよそ4億円を拠出することを明らかにしました。